青年部の構成員、未来への挑戦でした。ありがとうございました。青年部は今年の4月に役員の交代がありましたので、この場をお借りしてご紹介したいと思います。向かって左側から、副部長の九州エリア担当、東千海、同じく副部長で中四国エリア担当の萩原慶吾、同じく副部長で近畿エリア担当の隅ホール、事務局長の荒川瑞佳、事務局次長の正木法理、会計の藤山長元、そして私、部長の上野長慶と申します。以上のメンバーに運営してもらっていただいて、これから一度お手伝いのほどどうぞよろしくお願いいたします。